おいっす、こんにちは、メリーです。今回は、マガジンのコラボ情報ですね。こちらの方が全部明らかになったので、全部見ていこうかなと。昨日ね、平原の消防隊来てたんですけども、ちょっと、神々の成績と被っちゃって、そっち優先っていう感じでクリア編成出してたので、よかったらそちらも見てください。で、今回新しくなんか進化するキャラもいたりするので、まあその辺も含めて一緒に見ていこうかなと思います。っていうことで、まずはじゃあマガジンのキャラ性能ですね。見ていきましょう。結構いいキャラがいるんでね。まあ、とりあえず、昨日発表された、こちらですかね。死んだ草壁ね。読み方わかるよ。見てますから。ちゃんと今見てます。で、まだ8話ぐらいしか見てなくて、3人目の、なんか先生みたいなキャラはまだ出てきてないです。10話ぐらいで出るよって、フォロワーの方が言ってくれたので、ちょっと先見ようかなっていう。とりあえずね、この登場するキャラが出るとこまでは、一旦見ようかなってとこですよね。で、死んだ草壁、変身キャラです。封印あってスキブ2個ありますよと。で、23段変身。1ターン内で非属性の攻撃力20倍。すごいよね、これ。自身の攻撃力20倍っていうならまだわかるけど、非属性全部20倍。すごい。悪魔の足跡、死んだ草壁に変身。変身すると、封印指プラス、L 字7コンボ強化、3つ無効貫通、火のコンボ強化、2つ。まあ、ロザリンとかシウルとかにもいいような火力かな、この枠はね。で、ステータスに関しては普通だね。うん、普通。3ターンスキル。1ターン内で属性吸収の無効化、自分の攻撃力が3倍、ドロップのロックを解除し、回復以外から火を6個生成。強い。普通に強いと思います。で、ただこれ2ターンでは打てないので、残念ながらロザリンと合わせるのであれば、ちょっとループはできないよっていうとこ。で、リーダースキルが8コンボ以上攻撃22倍、火の2コンボ以上ダメージ 70% カットの2コンボ加算。すごいよね。石5個ガチャで 70% 軽減のリーダー来るんだみたいな、そういう時代ですよ。で、結局これ、やっぱロザリン相方に置きたくなるリーダースキルなんですけど、スキルが3ターンなんで、さっきも言ったように、ループできないのがね、ループできたらマジで強いんで、まあ、死んだ草壁2体詰めとか、パーティー2枚の相方ロザリンとか、まあ、そういうやり方をしてあげたら、スキル毎ターンループとかで強いんじゃないかなと思います。自身の攻撃力3倍が入るんで、まあ、種属性はカンストいけるかなっていうところですね。まあ、自身の攻撃力3倍しなくても多分種属性カンストするけどね。はい、そんなところです。無効貫通できて L 字持ってるのは非常に偉いと思いました。で、アシスト進化、火のコンボ強化とチーム HP 強化が2つです。15ターンスキル、3ターンの間でダメージを半減、火属性の攻撃力が3倍、全ドロップのロックを解除して火闇回復の3色陣に変化というところで、まあ半減スキルで HP 漏れてっていうところで、まあ別に使えるけど、なくても困らないかなぐらいですね。まあそんなところの武器です。まあ武器優先よりは本体優先っていうところです。はい、次、アーサーボイル行きましょう。これも同期って言ったらいいの？第3世代の人だよね？多分。なんか世代ごとに能力が違うのかな？第3世代は自ら火を操れるというか、なんか第2世代かなんかが火は自分で出せないけどみたいな、なんかちょっと複雑な設定があるみたいで、その辺難しくてまだよく分かってないところです。そもそもなぜこいつらが火を出せるのかすら分かってないです。はい、あれだよ、僕のヒーローアカデミアみたいに個性をそれぞれ持って生まれる時代とかならまだわかるんだけど、ちょっと初期設定がそもそもまだ理解できてないっていうね。はい、誰か教えて。で、アーサーボイルです。封印スキブにこれ一緒じゃないかな、さっきの草壁と。で、23ターン変身一緒ですね。で、敵の行動2ターン遅延からの変身、騎士王。これ騎士王騎士王ってね、自分でなんか王をずっとつけて言ってますけど。で、2ターン遅延できるのがまあまあいいんじゃないかなと。変身すると封印毒プラス7コン10コン無効貫通、光列強化4つですね。バインドがそういえばさっきのキャラもなかった感じがしたんですけど、まあバインドがないのはね、4次元方面とかでね、最近もうバインド来ないんですよね。まあ、1個前気工場とかはね、来たりするんですけどね、もはやもうバインドいらない時代なのかな、とか思ったり、まあバインドがもはや邪魔っていう。まあでもダンジョンによってはね、全然必要なので、まあプラスにもマイナスにもっていうとこですよね。はい。で、光列パがね、今現状だとちょっと流行りがないので、フェルル止まりなところがあるので、今後のリーダーとかに期待かな。で、試練一戦で読み方合ってます？これできるんだったら、善逸のスキルもこういうのにすればよかったのにって思いますけどね。2ターンスキル、ドロップのロックを解除、最上段の横一列光ドロップに変化。俺、善逸のスキルこれで来ると思ってたからね、当時。うん、善逸なんか、諦めるな、でしたけどね。はい。で、リーダースキル、俺はドラゴンを退治する男だぜ。光属性の HP 1.7 倍、攻撃力20倍、光を6個以上つなげてダメージを半減3個ボカさん。めちゃめちゃ優秀。めちゃめちゃ優秀。ね。石5個ガチャでこれめちゃめちゃ優秀やろっていうとこですね。
ただやっぱ相方次第だね。500万追撃ぐらいができる光のレツパがいれば、フェルルが、ちょっとフェルル確認しますね。フェルルがね、3コンボ加算で追撃ないので、あとはガンホーコラボのゼウスですかね。ガンホーコラボのゼウス、闇ゼウスだったかな。闇ゼウスが確か光を何個以上つなげてうんぬんかんぬんだったはず。光ゼウスだ。光ゼウスいいリーダースキルだわ。光を6個以上つなげて消すとダメージ軽減、固定500万ダメージだわ。2倍軽減なんよなこれ。もう一声だね。2倍半減ぐらいの耐久力を持った光レツパの固定500万。この本当にゼウスをあと軽減倍率さえ上げれば、まあ全パラ上がってるからなゼウス、あれだけど、2倍半減来たらね、かなりいい相方になるかなっていうところですね。まあ今のところガンコラのゼウスが一番相性いいなって思いました。普通にリーダーとして強いと思います。はい、気候上ぐらいだったらサクッと勝てそうよ。でアシスト進化です。 L 字雲、泥鏡2つにお邪魔耐性2つ、覚醒偉いね。リーダーじゃないわ。スキル12ターンスキル、一旦ダメージ無効化、消せないドロップと覚醒無効状態、全開スキルも強い。この武器はかなり優秀です。だってロック目覚めと雲とお邪魔の3つを対策できるんですよ。でなおかつダメージ無効とか覚醒無効とかもできる。かなり偉い。もう武器分含めて2体欲しいキャラですね。そんなところです。はい、ということで、あともう1人か、もう1人ね、これは読み方がね、ベニマルだよね多分下の名前は。シンモン、わからん。名字の読み方わからん。バインド、スキブプラス、封印、7コンボ強化、3つに火のコンボ強化、2つに L 字。またこちらも火のコンボ強化っていうところですね。で、スキル11ターンスキル、ステータスはちょっと低めかな。なんか低いような感じがしますね。で、11ターンスキルで、2ターンの間、自分の攻撃力が5倍、ダメージ吸収の無効化、ドロップの6を解除して、盤面外周火ドロップ変化。これ、2人目ですね、盤面外周変化。何コラボだったっけ？キングオブファイターズだったか。なんだったか、なんかその辺のコラボと同じようなやつがいたと思うんですけども、まあ周回寄りな感じになっちゃうかもしんない、このスキルは。回復めっちゃ消しそうやもん、これ。まあ真ん中に回復残しとけばあれだけど。で、リーダースキル7コンボでダメージ軽減、攻撃力20倍、火の2コンボでダメージ半減、超えて300万ダメージです。最近流行りの半減軽減ってやつですね。まあリーダー性能というよりはサブ性能かなっていうとこですね。超覚醒7コンボ強化、無効貫通、毒耐性なので、まあ7コンボ強化4つでしっかり火力出すのがいいかも。ただこっち究極前はね、コンボ強化あっても種属性しかないので、その辺がどうかなっていうとこですね。で、究極進化するとスキブ6個、10コン7コン火の列3つ、これ強いね。スキブ6個はやばいね。封印ないけど。で、スキルは一緒で、リーダースキル火を6個で消して 65% 軽減、3コンボ加算、7コンボで18倍です。まあまあまあ最低限そこそこ戦えるねぐらいですね。まあ、レツパのサブ、最近、レツパじゃないんですけどね、火属性ってどっちかっていうと。ただまあ、シーウルフとかね、たまに僕、レツで使ったりしてるんですけど、そういうのに入れてあげても全然強いと思う。スキブ6個持ってるのは非常に優秀。で、超覚醒7コンとかあったりするんで、種属性、副属性含めて火力しっかり出していけるかなっていうとこですね。かなりいいキャラだと思います、これも。いいと思う。これも欲しいね。欲しいって思うもん、だって。で、アシスト進化、火のコンボ強化に火の列3つ。これもね、やっぱ列シーウルフとかその辺使うんだったらかなり相性がいいかな。列プラス火複数セットで火力増すのには結構いい相性の武器かなと思いました。スキルは14ターンスキル、3ターンの間、火属性攻撃力3倍、属性吸収無効化、ドロップ6解除して火ドロップを9個生成です。まあ、属性吸収無効武器としてはまあまあかなっていう。覚醒目当てでちょっと欲しい武器かなっていうところですね。うん、全然いいと思います。これもちょっと武器分欲しいから2体確保かなっていうところですね。個人的には。いいと思います。はい、ということで、新キャラの性能は以上ですかね。っていうことでですね、キャラの性能、能力調整ですね。こちらの方をパパパッと見ていきましょう。ざっくりはちょっと見たので、まずは、メリオダス、なんかしれっと2倍半減になりましたね。闇属性2倍半減です。まあ、ただ回復十字とかちょっと使いづらい点はあったりします。闇で猛反撃、超反撃か、とかね。スキブあって、待って、これね、超覚醒を乗せろ、運営を、もう本当に。ちょっとこっちで口頭で言いますね、超覚醒に関しては。まずメリオダス君に関しては、こっちも幻突あるよね。超覚醒の方は究極進化と同じだと思うので、チーム HP 強化、操作負荷耐性、追撃ですね。火力覚醒はこれ以上はないよっていうところです。で、指は2秒ある、お邪魔耐性が漏れる、7コン7コン10コンがある、ただ種属性しかない。スキルは3ターン遅延になったと。で、全ドロップが火、水、闇、回復。まあ、この辺のスキルはやっぱ五条悟るっていう感じですけどね。まあ、
最低限使えるかなぐらい。回復で作れる3ターンチームはまあまあ偉いけどっていうところですね。どうしても使うわけではないかなっていうところ止まり。で、究極進化になると7コン7コンに3色攻撃強化が2つ。さっきも言ったようにこれ以上の攻撃強化の覚醒、攻撃の覚醒はないので、まあ、無効感作ればそこそこに火力は出るかなっていうところですね。で、リーダースキルは火、水、闇の同時攻撃ダメージ半減、攻撃力12倍、4コンボ加算、闇属性全パラ 1.5倍。まあそこそこだねっていうところですね。まあ普通かな、メリオダスは。はい、次。エリザベスはバインドスキルプラス毒度自動回復なんたらなんたら。まあ覚醒はそんなかな。スキルは5ターンで光が目覚めやすくなってはいいんだ。まあこれはそんなに強くないね。次、サクラ。これすごいんだよね。バインドあって、スキブが6つあって、6個あって、封印2個あって、毒耐性プラスあって、暗闇とお邪魔普通に1個ずつ。すごいサポートより。めちゃめちゃ。で、なおかつこいつ、超覚醒に操作負荷クモあるんですよ。あとは、50% 以上強化だったかな。50% 以下強化だったかな。50% 以上強化ですね。だから耐性クモか操作負荷もこれにプラスして補えるっていう。やばい。で、スキル。12ターンスキル、消せないドロップ、バインド、覚醒無効状態と HP を全回復。1ターンの間ダメージを激減。操作時間が2倍。めっちゃ何でもやるやん。めちゃめちゃやる。攻撃力と回復力が取り戻せないっていう感じですけど、スキルは汎用性めちゃ高いし、いろんなところでサポートには強い。まあ最近はサポート兼火力欲しいってなったりするかもしれないんですけど、全然、なんかまあ最高難易度じゃなければかなり強い。気候上ぐらいにはいいサブになるんじゃないって思いますけどね。かなり偉いと思います。これいいよ。強い。普通に。で、こっちになるとですね、10コンボ強化2つあってですね、封印は2個止まりで。で、マルチブーストが2つあるんで、まあ、マルチで使えば火力枠にもなりそうよ。攻撃力が非常に低いので、普通にソロで使う分にはちょっと火力足りないかなとかあったりしますけど、スキルはさっきの据え置きなんで、まあ優秀ですよね。リーダースキルはちょっと使いづらいんで使わないと思います。で、次。こちらのキャラ、ちょっと読めないんで、名前読みません。覚醒は列、まあ、いろいろあるね。なんかすごいね、これ。あれだね、鏡みたい。あの、鏡のキャラみたいな感じになってる。で、スキル12ターンスキルで3ターンならチーム内の。ああ、まあ、これは使わないです。まあ、知らんよ。あの、集会とかでは使うかもしれないですけどね。で、パイちゃん。パイちゃんは、スキル4つになりました。コンボ強化は2つ、超追撃2つ。使いづらいっすね、超追撃は。まあ、ランダン方面とかでもしかしたらこのダメージを使うことはあるかもしんない。で、6ターンスキルドロップのロックを解除、火を機に闇を回復に変化、消せないドロップとバインド回復。まあ、スキルはそこそこいいんじゃないでしょうか。リーダースキルは 1.5 倍半減の3コンボ加算なんで普通です。で、進化したら、7コン7コン10コン無効貫通。ちょっと待ってよ。超覚醒を見せてください。あなたもね。超覚醒が追撃、操作負荷、回復 L 字ですね。こいつら火力覚醒、超覚醒全然持ってないね。で、スキル一緒の貴族性 HP2 倍、攻撃力20倍、操作値が2秒延長、回復4個つなげてダメージを軽減、固定1ダメージ。まあ、戦えるって感じ。そこそこのダンジョンは戦えるっていうリーダースキルをしてます。はい。火力も、まあ、無効貫通組めば、まあまあ出るかなっていうところですね。そんなすごい尖った強みはなさそう。で、こっちは覚醒が強化されて、ウェイ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 7。ウェイ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 7。で、超覚醒はまあ7コンボ強化等があるけど、まあ、そんなかなっていうところです。なんか昔ループで使ったか使わなかったか。で、つくも、むつつくもだったかな、読み方が。で、4色攻撃強化3つに 50% 以下強化が入りました。で、こちらの方が、小学生 50% 以下強化、雲ガードブレイクですね。50% 以下強化もう1個つけれるっていうとこ。攻撃力が低いね。ちょっと使いづらさはあるね。やっぱ12ターンスキルで、3ターンの間、回復力、自分の攻撃力、光属性の攻撃、お、これって今までいなくね？自分の攻撃力と光属性のエンハンスを一緒に上げてくるやつ。これは初めてのタイプのスキルなんじゃない感はあるけどね。本人のスキル、本人はめっちゃ火力出ると思います、これ。このタイプはいいんじゃない？ただ、まあちょっと、前職人とか、いろいろ使いづらい点もあるかもしれない。で、リーダースキルは昔ながらの追い打ちです。で、進化するとですね、スキブが4つありますよと。で、火力覚醒ちょっと物足りないね。で、あとは12ターンスキル一緒。リーダースキルは昔ながらの追い打ち。攻撃力は26倍。まあ、そんなかな。別に欲しいとはならないね。で、こちら。
なんて読むの、龍造寺舞子、わかんねえ闇ダメージ経験がなんかいっぱいあると、5ターンスキルで覚醒無効状態を全回復できるよと。まあ別にですね、幕の内一歩くんです。指が2秒終わる、交換通知、聴覚生が無効貫通ならコンボ強化操作とかですね。だから無効貫通もう一個つけれるのがまあまあ良さげかな。耐性埋めれるのは偉いね。暗闇毒2つで、5ターンスキルでバインドと覚醒無効状態を全回復、ドロップのロックを解除して闇、お邪魔、毒、爆弾ドロップを非ドロップに変化。うん、まあ5ターンで打てる覚醒無効回復で、回復消さない非変換なんで偉いと思います。はい、リーダースキルは全パラじゃねえわ、HP と攻撃力が 2.8 倍の回復の4個消して回復力が2倍、6コンボで攻撃力8倍、固定100万ダメージ。まあ使いはしないかな。で、進化後は7コンボ強化が4つ、聴覚生含めて7コンは5つにできます。だから火力はまあまあ、ちょっとね、コンボ強化5つ、赤座5ターンスキル一緒ですね。まあスキルが結構優秀なんでね、スキル目当てで入れるのありかもしれない。で、リーダースキル全パラ 2.8 倍になりました。操作時間5秒延長になりまして、攻撃力は11倍出ますというところで、うん、まあ軽減ないからね、微妙で。このキャラクターは 50% 以下強化が3つ、全部聴覚性が乗ってないから本当に厄介だね。このサイトはもう一個 50% 以下強化が聴覚性でつきますね。14ターンスキル、攻撃を受けると水属性超反撃、 HP 全回復、水属性攻撃力10倍。まあそうでもないですね、これはいらないかな。で、これってさ、ガチャキャラだったっけ、ちょっともう覚えてないな。これなんかモンポとかなんかその辺のキャラいなかったっけ。ヒドロ強2つ、スキブ4つ、2で2つにコンボ強化が3つとなってまして、聴覚性がバインドウェイ、コンボ強化もう1個つけれる。攻撃力低ないめっちゃ低いな。ブレスプラス非変換、まあいらないな、別になくていいと思います。珍味です。バインドスキブプラス封印耐性 L 字、お邪魔耐性プラス暗闇毒、7コン10コンで、聴覚性は7コン指プラスガードブレイク、7コンもう1個つけれるか。5ターンスキルで5ターンの間光ドロップ少し落ちやすくと、5コンボ加算、自分の攻撃力5倍、5ターンで打てる5コンボ加算ですね光ドロップ少し落ちやすくなるをループもできますよっていうところです。進化前どうしても捨てが弱いんでね、その辺入れづらいよね。リーダースキル4コンボ以上ダメージ軽減、攻撃力20倍、固定1ダメージ、5色でダメージ半減。そうでもないかな。で、進化後バインドスキュープラス、スキュープラス、スキュー4つ、封印指プラス雲耐性、5色攻撃強化7コン、だから7コン3つに5色攻撃強化できるんで、まあ火力はまあまあかなっていうところですね。5ターンスキル変わらず、リーダースキルは攻撃タイプだったら2倍で半減貼れるよ、多色で。で、3コンボ重ねて追撃あるので、まあ、ワンチャンマリエルと組み合わせることができなくもないけど、光ドロップ少し落ちやすくなるは逆にいらないんじゃない。スキルがちょっと弱くなってくるね、そうするとね。だから正直微妙かな。で、シーファン。列強3つ、スキルプラス指プラス、超コンボ強化2つ、7コンボ強化が2つ。聴覚生にはバインド枝豆操作負荷、まあ、微妙だね。スキル10ターンで4ターンダメージ軽減、防御力敵0にして最下段をキドロップ、まあ微妙だね、いらないかな。で、次、これさ、なんか昔のさ付録でしょ、これ付録のキャラだよね。自分らどうしたっけ、モンポ購入したっけ、こいつら。もう忘れたな、30万ぐらいで買ったっけ。バインドあって、スキルプラス封印、7コンボ強化2つに LLLL ですね。L 字が4つ。で、聴覚生にも L が確かもう1個あるような気がしますけども、ありますね。L、雲、コンボ強化です。コンボ強化3つに L で、まあ、L 字でそこそこ火力が出る。10ターンスキル L 字型光ドロップ2つ生成の光ドロップ強化、全ドロップロックして、一旦のダメージ無効貫通。まあ、L 字2つ生成はランダムでワンチャンあるかないかぐらいですね。リーダースキルは、まあ普通です。はい、でピモピモは交換キャラだった気がしますよ。進化キラーにバインドに暗闇2つ、お邪魔、まあ普通に優秀だね。10ターンスキルでバインド覚醒無効状態 HP 全回復、一旦操作時間3倍、自分の攻撃力10倍。スキルもなんかもう普通に無課金で手に入るって考えれば優秀です。かなりいいんじゃない。耐性もついていい武器になりました。
で、こちらはウェイウェイスキュープラス水のコンボ強化2つ、闇のコンボ強化2つ、強化キラー、あ、ちゅん、なんだこれ、強化合成に売却キラーか。いらないね、これ。もう聴覚性を見るまでもないような気がしますけど。聴覚性の方は、強化合成とバイアキラーもう一個つけれるよっていうところですね。10ターンスキル変わらずのリーダースキルはまあ 2.5 倍になったねぐらいです。で、この辺は、なんか、これってさ、ガチャキャラだったっけ？やばい、もうマジで覚えてない。これ、俺持ってるか怪しいよ、この辺のキャラ。もう持ってる記憶すらないんだけど、このキャラクターは、これダンジョンキャラだったっけ？やばい、マジでわからん。もうね、1年前ぐらいだったっけ、マガジン来たの。全然覚えてないっすわ。こっちは、こっちもね、同じだね。進化キラーと覚醒キラーもう一個つけれるよぐらいです。同じようなタイプだね。じゃあこれも多分、あれでしょう。うん、これも一緒。うん、キラーもう一個付与できるよぐらいです。で、こっちは？こっちはバインドウェイ雲。まあ別になくていいかなっていう感じです。はい。そんなところかな。一部キャラクターの進化素材を変更。コラボマガジン、ピモピモ。なんか変わるらしいです。進化用に変わる。うん、なんか変わるらしいです。はい、そんなところですね。全体ちょっと長かったけど、まあこんな感じで、あとはまあ確定ガチャとか、アーサーボイルが確定らしいですよと、あとは星6確定出るよというところですかね。で、この辺のダンジョンキャラが新しくいるのかなっていうところです。そういえば、昨日発表されたキャラの聴覚生の方が、竹道は変身だった、佐野万次郎が、スキブプラス、スキブ6個になるのか。スキブプラス、雲耐性 L 字。スキブ6個。うん。まあ、スキブ6個って考えたら普通に優秀か。で、究極進化は、これ以上火力覚醒は正直ないか、L があるけどっていうところだね。まあ、スキブとして使うかなっていうところ。まあかな。今のところまあまあかなって感じです。地冬は、バインドスキブプラス、キノコも強化。なるほど。OK。んで、もう一人。あとは全部見ましたかね。タケミッチは変身なのでないと。はい、そんなところですね。うん。なかなか新キャラはやっぱり優秀かなと。普通に既存キャラもサクラだったっけ？その辺が優秀だと思います。で、モンスター交換所。あ、交換所なのか、こいつ。黒メダルか。お前黒メダルだろ。黒メダル5枚か。まあ、性能高いもんな。あ、そうそうそう。こいつが竜宮事件か。まだ見てなかったの。暗闇耐性プラス7コンボ。あ、暗闇持ってるの偉い。暗闇耐性プラス持ってたら偉いっていう話を前したんですけど、偉い。7コンボ持ってる。いや、優秀。いや、これ聴覚性めちゃ優秀だな、全部。待って、ドラケンめちゃ強ない。ドラケンが一番の当たりまである。そうでもない。で、交換所の新しいキャラはね、バインド封印耐性 50% 以上強化。まあ、普通に強いと思います。うん。で、星6で交換できるよっていうところで、いいっすね。新キャラは50万モンプしたんだこいつ。めっちゃいいと思う。ドラケンはぜひ欲しい。普通に強い。普通に強いドラケン。いい。欲しいね。っていうところでコラボ来週開始。で、あとはですね、マガジンの他にですね、ちょっとなんか一部進化するキャラがいるみたいで、この子たちですね、2人、エキドナとヘラ。エキドナがですね、なんか無効貫通いっぱい持ちました。で、聴覚生にもう一個無効貫通つけれるので、無効貫通が7個。まあ、攻撃力低いけど、そこ補えるよ。無効貫通7個もあったら、そりゃ。すごいよ、これ。13ターンスキルで3ターン遅延します。で、9個ずつ生成なので、まあ、実質3色陣よ。もう、すごいね。スキブ4つにもできるしね、これ。もう無効貫通この数でも十分強いからね。スキブ4つに3ターン遅延でスキブ7として使ってもいいと思うし。3ターン遅延は偉いんですよ。飛行場でリーダーチェーン返せたりとか。だいたい3ターンやられるんで。ゴルケイオスとかゴルフェイスね、吸収ハマった時とかにも使えるし、遅延3ターンはね、非常に僕は評価しますよ。光9個以上で固定1000万ダメージらしいです。うん、まあ軽減こそないものの、まあまあそこそこ戦えるかな。これなんかね、あれですよ、メダル交換したらついてくるっぽいよね。新たな新眼症、奇跡は今後、ああついてこないのか。必要な奇跡は今後実装される新ダンジョンで入手できるらしいです。でもこれ何？ 7 周年記念メダル&特別な奇跡ゲットって書いてあるから、ついてくるんでしょこれ。あ、ついてくるね、やっぱり。あー、ええじゃん。パズパスの追加報酬。はぁ。パズドラパス特典でクリア報酬として、
奇跡が、これ奇跡が全部手に入、全部手に入る、もしかして奇跡1個ずつ手に入って、かつ7周年記念メダル手に入る、マジ馬じゃないそれマジで上手くない、パズドラパスカーイン、やばいね。もうこれだけで980円の価値あるからね。それ以上の価値あるよ。すごいよね。マジパズパスはぜひね、入った方がいいっす。本当に。僕の解釈ミスじゃなければ、これ奇跡全部手に入ってメダルも手に入るんでしょ。めちゃめちゃ良くない？めちゃめちゃいいで。武器はですね、チーム HP 強化、チーム回復アップ2つに、操作負荷で遅延スキルなので、まあ普通に遅延スキルとして優秀だと思います。で、ヘラですね。ヘラはですね、バインドスキープラス、封印耐性、コンボ強化5つ、赤座。お前、攻撃力も赤座とそう変わらんよ、これ。で、なおかつ、聴覚性にコンボ強化もう1個あるっていうね。もう赤座、泣いてます。で、スキルは14ターンスキル、敵の HP15% 分のダメージで、最下段をヒドロップ変化。これ、周回とかでも使えるんじゃない？根性を剥がしたりとか使えそうよ。2ターン内だ、ダメージ 60% 軽減。強。リーダースキルは HP3 倍になりますよ。火6個で攻撃力14倍、4コンボ加算。まあリーダースキルは別にそうでもないかな。で、武器、L 字封印、ヒドロキュー4つ。普通に優秀だな、覚醒が。14ターンスキルで2ターン、もう軽減スキルなんで、おー、偉い。最近敵硬いからグラビティも偉いと思うし、これ敵の最大 HP だったらめっちゃ偉かったんやけどね。敵の HP15% なんで、削り切って倒すができないですね。強い。強い。普通に強い。まあ、フェスゲンだからね。まあ、そりゃそうかもしんないけど。これ、あれですよね。まあ、メダルは普通に1枚は配布されるんですよね。普通のユーザーも。パズパス会員じゃなくても。ちょっとこれは、迷うよ。うん。エンシェントドラゴンナイトもね、青とか赤とか変身して、まあ、主に青かな、あれ使うの。強くなったんで、結構これは迷いどころなんじゃないでしょうか。で、モンスター交換所のイベントカテゴリーに期間限定で、インシェントドラゴンナイトのレックスの奇跡、水の奇跡。ん？これはあれか。青エンシェントドラゴンナイトレックスの奇跡か。お、いいじゃん。あれ、コロシアも行かなくて済む。楽できるよ。水の奇跡かけ5個でできるの。これ待ってよ。交換、あ、そうだね。自分が水の奇跡特大を5個出すんよね。めっちゃ良くないこれ。え、めっちゃいいやん。結構手に入れやすいよ、これ。まあ僕がっていう話ですけど、ちょっと皆さんはどうなのか分かんない。結構いいんじゃないこの条件は。はい。ということで長々話しましたけども、以上、エキドナヘラも進化して、なんかめっちゃ優秀になります、いきなり。で、マガジンコラボのキャラクターは、そこそこいいキャラが何体かいるし、新キャラはもちろん強いので、ぜひ、まあちょっとかじるなり、まあ引かなくてもね、交換で済ませれる方は交換で、フェスゲン4体とかなんじゃない？星6フェスゲン4体とかで多分交換できるんじゃないかなと思うので、ちょっと欲しいなって思うキャラもしいたらね、あの当たりランキングも土日で動画出そうと思ってますんで、まあそちらもよかったら参考にしていただいてっていうところで、はい、かなりいい強化がたくさん来ました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。